割と、えー、これを撮影しているのは5月24日月曜日の3時過ぎぐらいですかね、まあ、ここの窓がまだ、窓の外は明るい感じなので夕方とか夜ではないってことがわかると思いますけれども、珍しく、本当に珍しく、こう、昼に上がれた。 言うんですかね、ちょっと前にも言ったかもしれませんけど、まあ、我々教員は特にこう授業もなくて会議とかもなくて公務っていう大学の仕事もなければ、まあ、大学に何時までいなければならないっていうようなことはないのでまあえそういった大学にいないといけない用事が終わったらばまあ 帰っていいってていいう感じなんで、すよねで今日は午前中に会議がありまして、それ以外に特になく、まあのー、打ち合わせ的なものも一応,あ一応あったりしたんですけど、それも無事に終わって、で、僕がいる部下室の課長さんたちに何かありますかって聞いて、なんもないですってことあったんで、まあじゃあ、みたいな感じでね、あのー、 帰ることにしましまてで、これ前に言ったかな、忘れちゃったけども、地元でですね、有名な町中華があるんですよ。町中華っていう言葉を、ここ2年ぐらいで初めて知りましたけれども町て、町中華っていうもの自体に明確な定義はないけれど、まあ、強いて言えば、えー、昔からやっている大衆的な中華料理店みたいな、いわゆる、まあ、ラーメン屋みたいな感じの定義らしいんですけども、定義っていう定義っていうか、まあ、 なんとなくの共通認識だと思うんですけれども、まあ、地元で有名な町中華がありまして、えー、でその僕の知り合いの、僕がよく行く、えー、まあ最近行ってないんですけど、最近のテイクアウトのみですけれども、よく行っている飲み屋さんの、えー、女性シェフがいるんですけれども、すごくかっこいい人なんですけれども、この女性シェフが、えー、行って、 もっと早く知っとけばよかったみたいな感じのことを某 SNS で言っているのを見て僕も行くようになったって感じなんですが今日3回目か4回目なんですけれども行きまして、でそこに行けることはなんか滅多にないわけですよ。そもそもその昼過ぎに帰れるっていうことが滅多に起こらないので、昼ご飯をまあ地元で食べられないっていことも滅多に起こらないわけですよ。で、まあ例えば土日にまあ家族が全員家にいるときに一人だけ食いに行くってわけにもいかないし、今その家族でご飯を食べに行くっていう感じでもちょっと、 まあ、やめようかなって思ったりしてるんで、まあ、ならないわけですよね。で、そこの町中華に行きまして、で、めったに行けないところだから、僕ね、こういう時に欲張っちゃうんですよ。だからこう、普通、だからそのラーメンにしても、つけ麺にしても、まあ、普通盛りで結構お腹いっぱいになると思うんですけど、そこをね、なんかね、大盛りとかね、中盛りとかにしちゃうんですよね。で、しかもそれを、その、そこのお店の、 えー、お店をですね、えー、某芸人が紹介していましてで、いくつかの料理を紹介していまして、そこのお店のですね、んどこまで言っていいかわかないな。あの、チャーハンがね、かなり特徴的なんですよ。普通の中華料理店のチャーハンの作り方とは全く違う作り方をしてるんですよ。でもこれを言うと多分どこの店って特定できちゃうから絶対はないですけれども。で、それを知っていたので、それがどういうものかっていうものを知りたくて、その、つけ麺を並盛り中盛り大、 大盛りっていう3段階の中盛りにして中盛りがね 300g って書いてあったっけな確か250、300、350だっけななんか忘れちゃったけど250、350、450かなこういう麺の重さなんだけどそれでさらに半チャーハンを頼んでしまったんですよ半チャーハン値段がいくらみたいな書いてあって、ね、何百何十円みたいな感じで300いかない値段であるんですけれどもでそれを中,中盛りのつけ麺を食べてさらに えー、チャーハンの半チャーハンですね。半分サイズといえ、チャーハンを食べまして、満腹ですね。あのー、コインパーキングに入れまして、食べまして、で、食べてからコインパーキングまで戻るわけですけども、そこですでにこう、前にぶったれるんじゃないかぐらいのこのお腹の重みになっているんですね、そこから車を運転して帰ってきて、今、ここに座りまして、この後ちょっとこの後とか今、こっち側のパソコンで、えっ、ー、と、データのやり取り、データを、すっげー重いデータを送信している最中なので、まあ、それで撮ってるというのもあるんですけれども、 これが終わったらちょっと言語を変わらないといけないんですけど、今日のノルマっていうノルマがあるので、この1日あたりな、どんぐらい書くっていうノルマあるんで、やろうと思うんですけども、ゲフって感じですね。なんか欲張りすぎるの良くないな。なんか昔話とかにありそうなオチですけれど、あの、欲張っちゃダメかもしれない。というふうに思いましたね。いや、でもうまかったです。本当にうまかったですね。あのー、 食べ物系 YouTuber ならこういう時にそのお店とかはねもっとこうそれこそ食,食レポ的にするんでしょうけれどもまあ僕のその、えー、いろんな意味で個人情報的なものもありますので、ねまあ、ちょっとこれ以上言わないでおきますがとにかく美味しかったですと仕事頑張りますということですじゃあまた